幕が上がり、物語が始まる。それがやがて失われる空白の歴史だとしても。おーい、大丈夫か？お、気がついたか？なあ、なあって。たく、聞こえてんのか？波打ち際で事切れてんのかと思ったわ。サボって海岸で昼寝か？ん？何？キーブレードなんて珍しくないだろ？ん？お前キーブレード使いじゃないのか？俺はレムス。この辺に歪みが出たから巡回中なんだけど。ああ、それは俺の戦利品。この海岸はたまに高値のつく漂着物が。まあまあ、そんなのはいいわ。
さっき言った通り、この辺りには歪みが出てる。歪みがある場所には大抵ハートレスか漂着者が。おい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 、俺のだって。さっさと逃げろって。おい！そんなサビだらけのガラクタじゃ使い物にならないって。キーブレード使えるのかよ。なんでもいいや、やれるなら手伝え。驚いた。お前結構戦えるんだな。しかもそんな錆びたキーブレードで。なあ、どこの結社所属なんだ？わからない。ってまさか漂着者？いや、それじゃいきなりキーブレード使えるのも変だし。あ、使えるのか。いやいや、それなら本家が来るはずだし。姿もな。あ、じゃあここがどこかわかる？わかることは？おっ、喋った。名前は？まいったな、名前もわからないのか。まあ普通にどっかの結社の所属で、任務中に記憶を失ったってとこだろうな。ったく、金目の漂着物どころか記憶喪失の人間を拾っちまうなんてついてねえな。めんどくせえ。けど仕方ない。記憶喪失の変なキーブレード使い、マスターなら所属先を調べてくれるかもしれない。ああ、その道を極めし者。昔はキーブレードマスターが主流だったみたいだけど、今は結社が増えすぎて、いちいちキーブレードマスターなんて用意できないから、結社の代表オペレーションマスターがそれを成してる。お前、うちの結社までついてこいよ。しかし名前がないのは不便だな。仮でもいい、何か呼び名を決めようぜ。いい名前なんじゃないか。よし、あっちが都市中央だ。
行くぞ。準備ができたら出発しましょう。